どんどんどんドンキードンキーホーテ。皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。今日はね、これからちょっとジムにね行こうかと思ってるんですけど、まあ、あのトレーニング前のねなんかエネルギー補給にちょっと食品を買いにこちらですね、ドンキホーテさんにやってまいりました。早速ね中に入って買い物していきたいと思います。それでは行きましょう。皆さん、この焼き芋めちゃくちゃ美味しくて、僕的にはトレーニング前とかによく食べるんですよね。おすすめです。最近ちょっと持ってみて、どんどんどんドンキードンキホーテー。あ、皆さんちょっと見てくださいよ、これ B レジェンドがドンキホーテに置いてるじゃないですか。パッションフルーツ激うまチョコ、キャラメルコーヒー、南国パインで、染田おすすめのベリベリベリー風味と、でそんなバナナ風味ですね。この6種類がなんと、あのネットでしか買えなかった B レジェンドがついにドンキホーテさんで店頭販売する形になっております。で、気になるスペックなんですけど、 700g ですね。 700g で、で、フレーバーが激うまチョコと、そんなバナナと、ベリーと、パッションフルーツ、キャラメルコーヒーで、南国パインですね。で、あれですね、スプーンもあの改良した方の新しい方のね、黒スプーンが一緒に付いてるような形になってますね。おー、すごい。で、おいてらのドンキホーテさんなんですけれども、こちらのね動画の概要欄の方に置いているお店のね方を記載しておきますんでね、もし興味ある方は、ね、家のね近くのドンキホーテが載ってないかなっていう風に見てもらえばと思います。わー、すごいですね。こうなんか普段手にしてる商品がついにこういうね日常で買い物してるようなところに置いてると、すごく感慨深いですね。せっかくなんでね、これがちょっとトレーニング行くんで、僕のちょっと気に入りのベリーでも買っていきましょうかね。どうも、ビレジェンドの塩もらってます。辻本さん、発見しました。どうですか、辻本さん。染田さんじゃないですか。よそよそしいなめちゃめちゃよそよそしいやんけ。試飲会とかどうですか。いや、非常に人気で。あ、ほんまですか。ドンキホーテさんに、置いたっていうこともあって、まあ、手軽にビーレジェンドが買えるっていうところが好評ですね。なるほど。フレーバーとかどうですか。やっぱりどの辺が人気あるんですかね。それは全部人気です。さすがビーレジェンドですね染田さん、ベリー試したことありますか。どれですか。うまい。うまいな。どこで飲んでもうまいな、これ。やっぱり染田さんのおすすめはこの中で、僕はやっぱりベリーで、パッションフルーツ、バナナ。バナナに関しては、あの寝る前とかは牛乳で割ったらめちゃくちゃ美味しいんで、これすごくおすすめです。それ僕はね、こう変わった飲み方でチョコとバナナを混ぜて飲んで、チョコバナナにするのが好きですね。美味しいですね、確かに。先ほどね、ちょっと向こうでも言ったんですけど、この6種類ですね。この6種類を販売してもらってます。はい、どの味も外さない味かなと。ぜひ試してみてください。今後で、ね、増えていく可能性もあるんですかね。今後増えていく、予定で。あ、なるほど。まだねプロテイン飲んだことがない人とかが初めて飲んでねもらって、こちらエントリーモデル 700g、 ぜひねドンキホーテさんでお買い上げいただければと思います。はい、買い物を終えて出てまいりました。今日はね、そういうあのドンキホーテさんで先行販売してるっていう動画をね撮らせていただいたんですけれども、今後ね、もっと多分お店置いていただけるねお店っていうのがね増えていくかと思いますんで、またその辺はね都度報告ねさせていただきたいと思います。ぜひね、あのお近くのねドンキホーテさんに立ち寄っていただいて、ビーレジェンドがね置いてるかどうか確かめていただければと思います。それではね、今日のねこういう動画がね良かったっていうことは、グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは、僕あのカーボ買ったんで、これからちょっとジムでトレーニングしていきたいと思います。それでは皆さん、また会いましょう。さよなら。
で砕いた右手を掲げてラスワンレッド。